僕らの世代でいうとマックスというと安室奈美恵 with スーパーモンキーズっつってましたね。綱屋食堂、これ県産生マグロ丼専門店綱屋食堂、これオーナーの、これ誰でしたっけ、畑にマークこれ、あ、マグロかぶ、いやもうそのままでいいです。あとで、あと再登場の時マグロかぶってください。これあれユニフォームなんですよ。うわすごい、ありがとうございます。すごい、うわーかわいい、ギョギョギョうまい。でも生はちゃいますか。違いますね。だからカツオ乗ってて、あと何、サーモンも乗ってるね。最高ですね、これこの破壊力、取れたて、これ全部うましゃすぎて。ダンスユニットのマックスチャンネルのレイナさんが来てたと。そして綱屋食堂です。歌丸くん、はい、そこですわ、そこですね。グッドモーニングエブリワン、ディスイッツ様、お疲れ様、ハイパーノマルトラベラーの神様です。はい、今日なんですけど、2024年の8月、今日は24日ということで、なんと沖縄といえば青い海、青い空、快晴のイメージですけど、なんと雨です。で、今日のお相手は沖縄といえばいつもの、はい、どうもどうも、久丸です。久丸くんですね、後期トラベラーではないんですね。で、今日なんですけど、僕たちが向かっている場所は沖縄県産のなんと生マグロが食べれるということで、綱屋食堂さんっていうのに行こうと思うんですけど、行ったことあります？ないです。で、沖縄人は結構刺身とか食べるんですか？刺身結構みんな食いますよ。ああ、でもそれっていうのは生じゃないでしょ。生じゃないかもしれないですね。ね、大体のその魚っていうのはやっぱり刺身とかって鮮度落ちるから、あの遠いところで取ってきて一旦は凍らせてそれを解凍して食うらしいですね、刺身っていうのは。はい、ところが今日行くところ綱屋食堂さんっていうのは、まあ、海はまあまあ近くて、2時間ぐらいのところで取ってきて、1回も凍らさずにそのまま生マグロを出すという店らしいですよ。やばやばいですよね。はい、楽しみですね。ということでね、なんで知ったかって言ったら、マックスって分かります？マックス、はい、分かりますよ。沖縄のスターですよ、マックスは。沖縄スターなんですか？はい、はい、僕らの世代でいうとマックスというと安室奈美恵 with スーパーモンキーズっつってそもそも安室奈美の後ろで踊ってた4人組なんですけど、はいはい、でそっから安室奈美が独立してマックスってなって、もうね30周年らしいですよ。やば、すごくないですか？すごいっすね。まだ皆さんお綺麗で、はい、まあ、俺沖縄好きだからいろんな沖縄をこう見てたらですね、なんとレイナかリナかどっちか忘れましたけど、はい、一緒にガレッジセールのゴリって知ってます？知ってます。でゴリさんがゴリ沖縄とかいうチャンネルやってるの。はいはいはい。沖縄のことやったらフォーカスしてて、それをちょっと見てたら見つきまして。なるほど、これはいかんとあかんなということで、はい、で本来そこの綱屋食堂さんでマグロもうまいんだけど、はい、海の近くで絶景らしいね。やばいっすね、外で食うらしいね。で今日は雨なんでどうなるのか、せっかく絶景なんですけど、まあ台風の影響を受けてるということで。では今からここからどれくらいかかるんですか？20分ぐらいでした、ね、あ、なるほど。では綱屋食堂さんの方に向かいたいと思います。ということで着きましたよ、草丸くん。着きましたね、綱屋食堂。はい、ここはなんか俺も知らんかってんけど、なんとセーファー宴のまんまやねんね。そうですね。ということはもう結構有名な場所ということで、ここねちょっと先予習したんですけど、何を見て知ったんですか？ここはここは、はい、マックスのチャンネル。はい、マックスのチャンネルで誰が紹介したんですか？レイナさん。レイナさんがゴリさんと来てましたね。ガレッジセールのゴリさんと。あ、ここのオーナーと喋ってましたよね。はい。オーナーの名前は、マー君ですね。お、すごいすごい。何のマー君ですか？カニそこ全然覚えへんやん。そこまで行けて、コタリのマー君ね。あ、コタリのマー君ですね。あ、後で聞くからな。もともと何してる人やったっけ？ボクシングです。ボクシングね、チャンピオンまで行ってる。やば、はい、じゃあ行ってみましょうか。行きましょう、行きましょう。これ県産生マグロ丼専門店綱屋食堂、ここでしか食えないということなんで入っていきましょう。行ってきたいと思います。どんな感じなんかな。おー、すごい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 。あ、濡れてんねや。だい行ってみます。テラスが良くない？
お、ここやん。あ、これ雨入ってくんねや。なるほど、そういうことか。なるほどね。あ、こうやっていけんちゃう。ここすごい、ここですやん、まさしく素晴らしい。ここ行こう。ここやったらほら、いけんちゃう。これ今、ツナヤ食堂来たんですけど、草丸さんちょっとメニューを見せてもらいましょう。はい、めくっててください。こういろいろあって、あ、この前だからやってたのはツナヤ丼ですね。県産マグロ仕様ということで、これが一押しなんですけど、はい、めくってください。この贅沢丼、これがすごいいろいろ乗っかんねんて。俺これにしようかな。で、これがオーナーの、これ誰でしたっけ。畑にマーク。これまさかの、ほんでどういうこと、まさかの、まさかの同級生です。うっす、あ、どうぞお姉さん。なんか今日来てるんですか。畑さん、畑さんは今日は来ない。来ない、同級生ですって。あ、そうなんですか。はい、 ありがとうございます。昨日電話したのに俺。畑さん知らなくてる。え、あのYouTube では見てたんですけど、顔までちゃんと見てない。 YouTube を俺が見てきたんですよ、わざわざ大阪から。そうなんですか。昨日電話したんですよ。あ、多分出はって。マックス好きみたいな。マックスわかります。マックス、はい、マックス見て。あ、そうなんですか。そう、ほんならこいつに小谷のマーク全然覚えへんから言って、今写真見たらこの人同級生やってなって。こいつ地元なんで。あ、そうなんですか、はい、それで今ってなったんですか。そう、面白いですよね。まさかの、はい。すごいびっくりやな。え、マー君来てへんね今日。残念や。明日やってますよってなったのに今日は連れてきてないって言って。可愛かったね今姉さん。で、このツナイカ丼、俺贅沢丼にしようかな。これはこの前ゴリさんはこれ食ってて、ポキ丼食って、ほんで、あ、レイナさんに言うとか、レイナさんがこれ食ってた。おお、ツナヤ丼、マグロ炸裂しまくってる。さあどうしますかね、どうしましょう。結局僕たちはこれにしようと思います。これ姉さん入っても大丈夫ですか。入っても大丈夫。大丈夫ですよ。あの今マグロの、はい、かぶってくるんですけど、マグロかぶった方がいいですか。あ、マグロかぶ、いや、もうそのままでいいです。あとで、あと再登場の時マグロかぶってください。でお姉さん名前なんておっしゃいますか。中村です。中村さん、マックスのメンバーじゃないんですね。違う。あ、違う。マックス来た時いたんですか。あ、いなかったんですよ。そう、前の前日にいて、マックス明日来るから職員に来たんですけど。残念。残念な。言われたのに。ゴリさんと。そうそうそう、それ見ました。あ、ありがとうございます。はい。え、これで、はい、トッピング何が選べるんですか。こちらあの、はい、5つか、あ、選べるんですけど、これが一番人気。はい、贅沢丼はこれ入ってないんですか。そうなんですよ。入ってなくて、うん、トッピングを選んでいただいて上にかける感じで。でも贅沢ともともと結構入ってるんじゃないですか。そうなんです。そのままでも。あ、そのままでいい。そのままでいい。そのままでいい。そのままでいいです。はい。はい。はい。プラス200円でそばに変更が可能なんですけど、もずくスープで大丈夫ですか。俺もずくスープでいい。お前のそばにすんの。僕はもずくで。そのままでいいです。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。マックスと思ったね。かわいいから。すごいね。おー、楽しみやな。ここね、もうオープン直後に来たんで、今日ふさまるがねちゃんと起きたんで、もうオープン直後でもう雨、残念ながら雨なんですけど、店内も外も俺らだけ貸し切りですわ。で、やっぱこの絶景を見ながら食べるということで最高でございます。来るのが楽しみです。はい、見てください、これユニフォームなんですよ。わ、すごい、ありがとうございます。贅沢丼、おお、すごい、うわー、かわいい。ギョギョギョ、わさびが辛いんやって。はい、来ましたよ、これ草丸くん。すごっ、うわ、やばいね、破壊力。いただきましょう。ありがとうございます。白いのはそのまま、黒いのはイカシに残ってる。ああ、すごい。赤いのは唐辛子に残ってるけど、明太子よりは辛くない。ありがとうございます。オーナーですか。あ、お父さん。オーナーは息子。あ、なんかゴリさんの来たでしょ。それ YouTube 見てきました。そして彼はこっち地元で、なんか息子さん同級生らしいです。同級生37です。ありがとうございます。お父さんなんや。そう、ほら、これいただいたね、これ。すごい。はい、ふさまるくん実食していって、これ辛いと言われてるのに、わさびを全部溶かしました。ありがとうございます。知らないですよ。
っちゃいます。はい、お願いします。お、まずマグロから。マグロからどうすか。肉厚っすね。うまい。うまい。でも生はちゃいますか。違いますね。かなり肉厚やもんね、うん、最高っす、これやばい。最高っすよ、これ本当に。うまい。お、一気に駆け込んでます。おお、これいろいろ乗ってるもんね、これ。だからカツオ乗ってて、あと何、サーモンも乗ってるね。それから海ぶどう、あとイカ、マグロも何種類か乗ってんちゃう、これ上。これね、確かにすごい。じゃあ俺も行っちゃうん、まあ、せっかくなんでこのマグロ、確かに肉厚、これいっぱい入って、見てこれ、すごい破壊力。いただきます。うん、うまい。めっちゃうまい。来ました。これ沖縄のその刺身と思われへんね。うん、最高に。見てこれ、このカツオとかもやばない、これ最高ですね。これこの破壊力、取れたて。ちょっと醤油つける。俺ものすごい何キロ乗っかってる、これすごない。じゃあカツオいくわ。見てこれ、すごい破壊力。お兄ちゃん、ここ来たわよ、ここは。うん、これちょっと引き続き食っていきたいんですけど、これ全部うましゃすぎて、サーモンさっき食ってなかったな。サーモン行きましょう。なんかやっぱり生っていうのはこんなにうまいね。やっぱり何でも生がいいんじゃないですか。うん、確かに。二丸さんはですか、ちなみに生派ですか。僕生派、断然生派。生派ね。ああ、はい、生派だそうです。いや、やばいな、これめちゃくちゃうまいな。うん、うん、うん、いつかもうまい。なぜか仕切り状態ですね。貸し切りやね。今日マークが痛かったんじゃん。会いたかったですね。店員さんが、かわいい。店員さんが誰かわいい。まさか同級生と。びっくりしました。同級生っていうことは何、その地元から近いってこと。糸満やんな。僕糸満じゃなくてマックスに放課しない。マックスに放課しない。もう5回ぐらいやってこらへんやったら。もう今完全に覚えた。完全に覚えました。その情報1から行くよ。今日ここの僕たちが、食べさせてもらってる場所は何ていうことですか。おっと、ひねってきましたね。肝心なとこですよ、これ。そしたら名前小谷さんにちょっと持っていかれた。持ってかれましたよ、完全に。おっと、やばいね。ここ何の店ですか、ちなみに。ここはマグロ専門店で。マグロといえども、生マグロ、うん、やば。これね、これめっちゃおもろいこと言いましょうか。俺今の今まで覚えとってやんか。お前が忘れすぎて、俺も忘れた。ツナヤだ。ツナヤね。ツナヤです。ツナヤ食堂さんでソーセージ。ソーセージうまっ。サービス、お父さん来てくれて、タイ食堂で、ここなんで知ったんですか、この場所は。うわ、うん、俺が見つけたんですけど、そもそもね。はい、これ何で知ったんですか。メインナッチャンネル、マックス、あの歌手のダンスユニットのマックスチャンネルのレイナさんが来てたと。レイナさんが誰を連れてきたんですか。ゴリさんの。ガレッジセールのね。はい。で、ここのオーナーが誰ですか。下手に回ってる。お、完全に持ってる。めちゃくちゃいいんですよ。同級生だと。違う。一気にどうすか。いや、最高ですね。うまい。うまい。これはうまい、確かに。これって例えば関西とか、はい、東京から来た人だったら那覇空港に来るわけや、はい、那覇空港からどうやってどれぐらいの時間かかるんですか。那覇空港から45分ぐらいかかると思いますよ、ここは。ここは南城市ですね。南城市の製法ウタキっていう有名な場所、神聖なる場所。だから製法はウタキの、はっきり言って真ん前ってこと、ね、ここは製法ウタキってことは、久高島もその辺ってこと。あ、そうです。多分寝ると思う。え、船で行くよ。船どっから行くよ。船もうちょっと向こうですね。僕もその製法ウタキはね、何回来たことあるんですけど、ちなみに、はい、ちょっと草丸市、沖縄市じゃないですか。はい。そもそもウタキって何ですか。各地域の
ところどころに、はい、お祈りする場所みたいな、なんか五穀豊穣とかね、そういうなんか昔からある、うん、お祈りする。いっぱいあるじゃん、歌詞って。いっぱいあるのに、なんでみんなこのセーファー歌詞にそんないっぱい来るんですか、セーファー歌詞は。セーファー歌詞は、もともと琉球王朝時代に、ね、もう、助言役みたいな感じで、聞こえ大きにっていう女性の占い師みたいな人がいて、うんうん、もともと女性しか入れなかったはずなんですよ。今もなんか場所によっては入れる、男しか入れない、女の子入れないみたいな。あると思います。うん、今結構もう観光地化してるんですけど、うん、でそこから、センター歌詞から、神聖なるこの琉球を作った、うん、作ったっていうか、なんか琉球神が舞い降り、うん、みたいな、そんな感じのイメージの場所が背中島っていうところなんですけど、あ、そういうことなんや。そこが見えるんですよ、セーファーが、うん、ということは、セーファー歌詞行って久高島セットで行くのがいいですね。そうですね。それだけでいいですか。セーファー歌詞行って久高島行って、それで終わっちゃっていいですか。で、ご飯が、うん、間違いなくこっちですよ、船屋食堂。今ちょっと確認しましたね。確認しました。ええ感じやったのね。そんな、そこ来るんやったらセーファー歌詞、久高島、そして船屋食堂です。宇佐丸くん、はい、そこですわ。そこですね。ちょっとなんか最近ちょっと上げてない。腕上げてますか。ちょっと乗りに乗っちゃってます。昔だったら2つ行って、次はどこですかって言ったら、ってあれどこでしたっけってなってるところを、ちゃんと津波食堂っていう俺がこういう振りになってるっていうのが分かってて、分かってきました。分かってたんだけど名前忘れてたの。普通はなってマックスチャンネルで言ってたやつだったけど、漬けるすマグロはちょっと品質が落ちたやつをやるらしい。ちゃんと見てなかったですね、あの動画。あ、なんか言ってましたね。ところが、はい、この津波食堂さんに関しては漬けも冷凍します。このまま今日食ったやつあるやん、あれをそのままつけてる。だからそれもうまいってことです。なるほど。だから次は違うの食いたいですね。このあと今日どこ行くんですか。このあとは違うとしに行きましょう。違うとサウナ。なんてはっきり言ってください。なんて言ってます。チルアウトしながらサウナ。チルアウトね。チルアウトです。チルアウト、チルしながらサウナで、実はこのホタバラって森のサウナですね。昨日どこ行ったんですか。昨日何してたんですか。昨日もサウナ行きましたね。昨日見たんすか。天然温泉アロマ。天然温泉アロマ、うん、行ってて、浄水器の水飲み放題ですね。今日はどこ行くんですか。今日はエンジンの湯っていう、そこにサウナがあるんですよ、うんうん、で景色もかなりいいですよ、うん、温泉使いながら、うん、めちゃくちゃいいビューがあって、うん、リラックスルームっていうところもある、うん、景色いいっすよ。昨日もこだわってたもん、リラックスルーム。この人沖縄人なんですけど、沖縄人なのにクーラー苦手。沖縄人って普通日焼けせえへんの、沖縄人なのに日焼けしまくる。そうだから沖縄人いつもなんか海とか眺めるだけで入らへんのに、ビーチ行って焼きまくる。確かに変わってるよね、うん、変わってるよ。沖縄人なのに内地の人間と東京とか大阪の人間と接触やたら多い、うん、ただし本人は本堂に絶対行かない。そしていろんな成功者と会うけど、インスパイアは全くされないっていう、かなり変わった男です。今回じゃあここどこに来たんでしたっけ。今日はここは船屋食堂、うまいし、うん、ロケーションもいいし、はい、ということで今回はね、沖縄のナビゲーター草丸氏、僕のチャンネル気に入った方はですね、チャンネル登録、高評価、コメント、いいねよろしくお願いします。ということで、お分からないやつ覚えてますか、あなた。ということで、今日のお相手は草丸さんでした。それではまた、カン様と会う日まで。アディオス。アディオス。